はですね、マジで久々にちょっとどうやって使うんだっけ、ちょっと使い方もよく分かってないんですけど、初めてこのコンロを使います。今日作っていくのがこちら、ムンネミョン。ムンネミョンで、なんか平壌シリーズか、このトンチミシリーズで、平壌なんか過去何回か食べてきてマジで味がないなって思ってたので、トンチミで今日は作っていきたいと思います。ちょっともうすでに開けてるんですけど、開けてる理由としてスープを冷凍庫の方に入れてまして、ちょっとヘッドセットつけてる理由としては、ネットフリックスの動画を見ながら撮ってるので、ここにですねスープがあるので、これはちょっと常温で溶かしていきます。よし、作っていきます。待って、お湯をどうやってつけるんだ、これは。A few moments later. OK です。これでお湯を入れて、やばいやばい、すでに熱い。40秒でできるそうです。早っ。この中身としては、そのさっき見せた凍ったこのスープと、この麺、麺と、このからしがついてます。で、これは4人前のサイズなの、4人分なので4つそれぞれ入ってるんですけど、今日は1人前だけ作ろうと思います。で、実際冷麺頼んだ時、こういう卵とか漬物とかお肉がついてくると思うんですけど、これはまあ当たり前の料理についてないので、今日は本当にシンプルな冷麺を作ります。じゃあちょっと水が沸騰するまで待ちます。これなんていうドラマだっけ、Lies Hidden in My Garden。 なんか韓国名わかんないんですけど、あのグローリーに出てた女性と、もうめちゃくちゃ綺麗な女優さんが出てる、あ、どうしちゃった、庭に何かの秘密があるみたいな題名だと思います。では沸騰してきたので、あれ何秒だったっけ、40、50秒茹でていきます。おー、これですね。おー、ほぐれてきましたね。待って待って、今何秒、ちょっとあと、あ、オッケーオッケー。まずボウルに移して、で、まだスープが溶けきってない、一旦ちょっとここに入れちゃいます。で、これを冷たいお水でちょっとしまう。あっ、これが結構溶けたので砕いていきます。ちょっと一回待って、じゃー、やばい、氷ができらないサイズで切っちゃった。ちょっともう一回切ります。
できました。はい、できました。冷麺です。いただきます。じゃあいただきます。見えるか。うん、スープうまっ。うん、うん、もっと麺を冷たい水でなんかしっかり締めた方が、ちょっと今ぬるい感じになってるんで。ただスープめっちゃ美味しい。これ700円ぐらいだったんですけど、4人前でめちゃくちゃ安いですよね。おいしい。おおおお、すいません、めっちゃ今ネットフリックスにドラマ見てて。うん、うまい。うん、うん、うん、うまー。これはまた買います。安いし美味しい。これが自炊の力ですね。あ、腹いっぺ。すいません。皆さんもできた。